アラブ系ブラジル人とはアラブ人の家系に生まれたブラジル出身者のことである。完全に、あるいは一部でもアラブ人の家系にあるとみなすブラジルの人口は800万人から1000万人に及ぶと推計され、彼らの多くは自身のルーツの背景を20世紀初頭にブラジルに到着したレバノン人やシリア人にたどる。ブラジルのレバノン系人口の 700万人以上の子孫と近年の移民はレバノンの人口よりも多い。今日ではこれらアラブ系ブラジル人のうちまだに彼らにオリジナルのアラビア語を知り使用するのはマイノリティだけとなり彼らの多くはポルトガル語に移行している。アラブ人のブラジル移民が始まったのは19世紀末であり彼らの多くはレバノンから後にはシリア、ヨルダン、パレスチナ、 イラクからもやってきた。ブラジルへのアラブ人移民は20世紀に進展し、サンパウロ州に集中したが、ミナスジェライス州やコイアス州、リオデジャネイロ州、そしてその他のブラジル諸地域にもまた拡散した。初期には、ブラジルの多くのアラブ人移民は、キリスト教徒だった。しかしながら、1970年代以降多くのムスリムが、レバノン、シリア、パレスチナ、 そしてその他のアラブのムスリム諸国から移住し、現在の多くがスンナハムスリムであるブラジルのムスリム人口は約150万人と推計される。ユダヤ系ブラジル人の中にもレバノン、シリア、北アフリカから移住したミズラヒームの子孫が少なくなく、彼らの中にはアメリカ合衆国の歌手、ダンサー、ポーラ・アブドゥルの父であるハリー・アブドゥルもいた。アラブの文化は ブラジルの文化の多くの局面に影響を与えている。ブラジルの大都市では容易にアラブ食やアラブ料理のレストランを発見することができ、アビーブスというアラブ料理のファストフードチェーンもある。スフィーハやウムス、キビー、タイーナ、タブーレ、アルバなどはブラジル人の間でとてもよく知られている。多くのブラジルの中東移民は広大な国内を放浪し織物や衣服を売り、 新しい市を開く商人として働いている。この経済史は今日、サンパウロを拠点としたアラブ系ブラジル人商工会議の中に見られ、ブラジルのアラブ世界への輸出に対する大きな認識を得ている。アラブ系ブラジル人はブラジル社会によく統合されている。多くの重要なブラジル人にアラブ系の人物がおり、元サンパウロ市長のパウロ・マルーフや、 同州知事のジラルド・アルキミン、芸術家、作家、トップモデルといった人物がいる。ありがとうございます。